学校の部活動をめぐっては少子化の影響で部員が集まらないことや指導する教員の長時間労働などが課題として指摘されています。こうしたことを受け、スポーツ庁の有識者会議は公立中学校の運動部の部活動について来年度からの3年間で休日の指導を地域や民間の団体などに移行していくべきとする提言をまとめました。スポーツ庁は提言に従い、自治体に対し具体的な取り組みやスケジュールを定めた推進計画を策定するよう求めていくということです。部活動の地域移行について、福岡市の公立中学校の校長からは歓迎する声が聞かれました。方向性としては、先生たちの負担軽減ということで私はいいと思います。できればもう少し広げて考えていただきたいなと。部活動に対する教員の負担を減らすため、福岡市や北九州市では部活動指導員を導入していて、今年度は福岡市で110人、北九州市で25人が採用されています。